星見駅は、北海道札幌市手稲区ネク一1条9丁目に、ある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は、S10。電報略号は、ホミ。札幌市最西端に位置し、住宅地の広域化に伴い新設された、西岸駅である。駅の開業に合わせて、北海道 JR 土地開発及び、岩倉土地開発によって、 宅地分譲が行われた。駅近くの星沖側に架かる生環境の名称、西沖地区一帯の星をイメージする地域性にふさわしいことから、道内では初のひらがな名称の駅であり、2016年現在でも JR 北海道の駅で唯一となっている。星沖駅管理の無人駅。ホームは相対式2面2線。改札口は 南北2カ所にある、簡易自動券売機、簡易自動改札機設置。置不正乗車防止のため、不定期に特別改札が実施される。主に昼間帯に当駅から札幌方面へ折り返し運転を行う列車が設定されているが、これは折り返しを実施する、隣の千箱駅の抽選にホームがないための措置であり、当駅千家駅間を改装運転している。詳しくは、 千箱駅の記事を参照のこと。駅名が、ひらがなのため、通常の駅名表で見られるひらがな、漢字の平気でなく、ひらがな一行の表示になっている、駅名表が存在する。2019年度の1日平均乗車人員は1093人で、ある。近年の1日平均乗車人員の推移は、以下の通りである。駅周辺の開発。 宅地造成や2009年の北海道銀行保守未研修センター完成などにより利用者は微増傾向にある2010年度の1日平均乗車人員のうち99.5%が定期見客であり駅の利用はほぼ通勤通学者である札幌市と小樽市の境界付近にある南西は手稲山に連なる山地で北に平地が広がるその山のふもとを 国道5号や札尊自動車道が函館本線の線路とほぼ平行に走る。駅の東では、星置川が北に向かって流れる。国道5号の反対側の山麓や、星置川の対岸の平地には、新興住宅地が広がっているが、2011年現在では、駅前の開発は進んでおらず、未利用のさら地ばかりである。西から北西の小樽市内には、 千箱工業団地があり、工場が多く立地する。北口、南口ともにロータリーが整備されており、北口はかつては路線バスが乗り入れた営業所も参照。タクシープールらしきスペースもあるものの柵で閉鎖されている。駅前、広場駅前広場。ありがとうございます。